ミャンマーで治安当局に拘束された日本人ジャーナリストが最大都市ヤンゴンの刑務所に移送されました。18日午後8時ごろ、最大都市ヤンゴンで現地在住の日本人ジャーナリスト北角裕樹さんが治安当局に拘束されました。ミャンマーの日本大使館は、北角さんが自宅で当局に拘束された後、ヤンゴンにあるインセイン刑務所に移送されたことを確認したと明らかにしました。拘束された理由は分かっていませんが、日本政府は当局側に早期解放を求めています。外務省幹部によりますと、北角さんは怪我はしていない模様だということです。現地メディアによりますと、拘束の際、当局が北角さんの自宅から複数の箱を持ち出す様子を近所の人が目撃していて、部屋にあった資料などが押収されたとみられます。北角さんは2月に拘束された時は数時間で解放されています。